まだ免許ないもんな。はい。一人乗りをやったら免許なしで行けるらしい。でも一人ってすごく寂しいし。え、でも見ない。一人。ちゃうで、あの、いや違うコースらしい、一人乗りは。あ、だから寂しい。まあショーが一人乗り乗って。あ、僕に乗ってもいいよって書いてある。ちょいちょいなんかアナログ感がすごいよね。あ、似合ってる似合ってる。似合ってるわ。買ってるわこれ。すごいな、それ木の。うん、全部木ですね。すごいね。あなたもそうだったんですか。いや絶対違う。そうやな。うちの子。うちの子。シシ。イノシシとちゃうで。ライオンや。イノシシとちゃうで。はい。なんでライオンシシなの？なんでイノシシシシって言ってんの？ライオンシシって感じ知らん。わかんない。シシマイって何？あ、でもシシマイのシシやで。ライオンのことを日本語でシシって言う。うん。かっこいいやん。すごいな。こんな感じで。あ、かっこいいかっこいい。ドヤ顔がいい。悪いな。悪いなこのゆず。結構ワイドな感じで、ワイドボディ。いい感じいい感じ。バギーはあの雨の後は泥がすごいらしいから、うん、こうやってレインコートを着て泥除けをね、そうしていくと、こういう感じでね。泥除けと、じゃあ泥除けじゃないわ、レインコートと靴カバー、うん、2つで500円とかそんなやから、うんうんうん、いい感じいい感じ、似合ってる似合ってる似合ってる。男女と色が違うんですねこれ。あ、そうなん。あ、透明、透明です。ほんまやな、男は青なんや。でかっ、マントやな。まあそれぐらいの方がええわな。そうやな、うん、あ、すごい。あ、ちゃんと靴の形になってないな。うん、カバーなんてしたことないな。靴長いのに大丈夫。防護服や、うまいな防護服。入らないでしょ。もうこれ絶対大丈夫ですね。絶対大丈夫やな。絶対大丈夫なんですよ。あ、ほんまや。これすごいな。すごい。めっちゃ守るやん。オッケー、完成。来ました。完成。この下こういう感じで。絶対大丈夫。これポコッとしちゃったな。あ、これ無理だ。シャワー。俺は靴カバー、あ、靴カバー最後の方が良かった。あ、そうですね、靴カバー最後、靴カバー表面に出した方が。あ、そうか、大いいのかな。あ、ちょっと邪魔だったかもしれない。あ、はい、すいません。これ前後ろあった？いや、ないと思います。あ、上からかぶせるんで大丈夫で
こういう感じか。マントみたいな。どうすか。急にマスクするっていう。いや、なんか汚れたら嫌なんだ。さすがプレアデス星人。え、なんて言いました。プレアデス星人。何ですか、宇宙人。難しい言葉が言われる。金星の、金星から来た宇宙人。金星からこんなに帰る。こんなもの。テレビ局出してなかった。帰り石はな、やっぱクリアレス星人とかについてる話でしょう。へぇ、おかえりなさーい。ただいま。おかえり。汚れました？めっちゃ汚れた。で今度はゆずちゃんとあやちゃんと。やったー。ほんまや。結構汚れてる。1時半が、ね、最終受付となってるので、もうラスト1回分ぐらい。どこのコースですか。列車リゾートは、ね、基本的にあの4時半が最終決戦なのもあるのが多いので、今からでしたら丸木一つは滑り込みが入りますね。なんかやる、なんかやるか。やっぱ泥がさ、やっぱすごいからさ、こうこうやってして、してない、そうやってして、そうで、これハロウェーン。絶対使おう。次はこちらにもいらっしゃる。結構泥ついたな。だって1回目でさ、これほらマスクにほら泥が跳ねてるやん、ここ。わかる。そうだから結構目にも入ってくると思うね。だからこういう、そういう風にしてなあかんと思うねんな。で、ハロウェイ。
滑らせて。いや乗りたいって撮って。あ、ほんま。ナスヤさん、はい、結構早かったやん。飛ばしとった。もう二人で。あー見つかった。すごい、めっちゃ汚れとる。うん。はい。エルト。これさっきな、下向いた方がいいで、ね、こうやって前ができるさすが先に下からやな。そうそうそう、豆や、豆や、豆や、危ない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 。何しょんねん。いや、さっきアスレチックめっちゃバランス良かったやん。もう使い果たしたいよ。お疲れ様。めっちゃ全開出た。結構早かった最後の方。早かった。音すごかった。お姉さん青取った。お疲れ様。やらかい。楽しかったです。楽しかったな、ほんまに。あれ？え？だいぶうざいなこれ。結構夕方になってきましたよ。できましたね。だいぶ楽しめたよね。うーん、なんかアトラクション系は4時半に受付終了らしい。あとはもうイルミネーションか買い物かな、お土産とかの。ちょっと涼介がかっこいいんやけど。夕日ですかね。うん、夕日をバックにしてる。